じゃあどうやってその全国三部会から展開していったのよっていうことをね、もう面白いところになりますから、皆さんとね見ていきたいと思いますね。じゃあその1789年の全国三部会、ここでもあくまで議題はですね、まあ財政の再建なんですよ。このアメリカの独立戦争でね、すっかすか金がなくなっちゃった状態、これどうするかっていうことが当面の議題だったんですが、ここでまた別の問題が起こってきたということだったんですね。それはこの全国三部会そのものがもう超久しぶりだったんですね。まあ確かに久しぶりですよ。このブルボン朝ってそんなにこの全国三部会っていうフレーズ出てこなかったじゃないですかね。もうバロワ朝の時はね、おなじみの全国三部会だなんつってね話してましたけど、このブルボン朝の時振り返ればですね、1614年が前回のものになってたっていうことだったんですよね。1614年ってことはもう170年ぐらいはもう開かれてないんですよ。170年前のこの全国三部会ね、いや国会だってそうじゃないですか。170年間開かれてなかったらね、それこそこう古文書当たってみなきゃいけないレベルですよね。だからそういうことで1614年のじゃあ全国三部会どういうもんだったかなっつってね、こう調べる、もうやんなきゃいけないからっつって、そこで問題になるのはですね、議員定数と議決方式なんですよ。議員定数と議決方式、どういうことね。これがですね、全国三部会ならではの問題になってるんですね。三部会っていうのは基本的にはこの聖職者ね、第一身分で、第二身分がまあ貴族ですよ。で、第三身分が平民で、この平民が人口的には98% なんですよ。 98% の平民なんですが、この割り当てられた議席ね、これどうやら1614年のそれを見ていくと、第一身分300人、第二身分300人、第三身分300人、それぞれ選出された人が300人ずつっていうね、これ綺麗に割れてるんですよね。いやでもということですよ。ここでこの今まで普通にこの全国三部会というふうに言ってきました、この第三身分ね、98% の人たちの意見っていうのはですね、この第一身分第二身分がどう言うかによってもう大方決まっちゃってるんですね。それはそうなんですよ。だってもう900人全部議員がいたとしたらですね、もう過半数の上の600人の意見にまあそれは抗うことができない、これはちょっとおかしくないかっていう話がですね出てくるんですよ。というのはその時ですね、このシェイエスっていう人がこう政治パンフレットなんかをね、もうじゃあ全国三部会やるからってね配りまくってるんですよ、ね、でそれが第三身分とは何か、ね、これも有名です。第三身分とは何かっていうねパンフレットを配りまくってるとね、時にこの啓蒙主義思想でね、もう国民だってバカじゃないね、いろいろなものを知識だって、得てきてるぞとね、まあ、そういう中でシェイエスの第三身分とは何かっつって、シェイエスは言う、第三身分とは全てであるってね、第三身分が全てですよ。じゃあこれまでの政治状況どうだったかって、無であるとか言ってね、まあ、何にも第三身分の意見なんて反映されてないじゃないとね、じゃあこれからはどうあるべきかなんですね、それ相応にしなきゃいけないってね、第三身分とは何かの中でこうシェイエスが言うと、ブワーッと、あそうだそうだと、これからはもう平民のね、意見も聞いてもらいますよってね、第三身分はここで覚醒しだすんですね。そうするとこの1614年方式の全国三部会のやり方ではまた意見が通らないままだということで出てきたのはですね、ドーフィネ方式っていうのがあるんですね。このドーフィネっていう地方ありましたよね。フランスの、まあ、南東部にあたりますかね。ドーフィネっていうところがありました。で、ここの三部会で、伝統的に用いられている手法があってですね、それはどうなっていたかというと、この第三身分の議員数を倍にするんですよ。第一身分が300人、第二身分が300人だとしたら、第三身分がですね、600人ですね。そうすると、まあ、最悪ね、第一身分、第二身分と、まあ、激突したとしても半々じゃないですか。ね、うまくこう引き抜き工作とかやれば、まあ、勝利だって見えてくるわけですよね。もうやる前から結果が明らかという状態にはならないんで、このドーフィネ方式にね、注目したんですよね。
さあこのじゃあ全国三部会で採用されたのはどっちっていうことなんですね。ここでルイ16世はですね、じゃあその定数についてはね、ドーフィネ方式でいきましょうってなるんですよ。おーっとね、第三身分の人数が増えるぞ、ね、これでいい調子できたと思われるが、まだしかしもう一つの問題があると。それはですね、議決方法なんですね。議決方法って今度はないって話なんですが、じゃあその集められた1200人でね、どういうふうに議決をしましょうか。さっき言った通りの完全ドーフィネ方式で、じゃあ1200人の中で、まあ挙手とか何人でね、賛成反対の決取りますよっていう状態だったら、まあ600対600みたいな状態生まれるけども、しかしこのそこが1614年方式でやるとどうなるかっていうとですね、じゃあわかりましたと、この1200人の中で、じゃあこの身分別に決を取りますってことになるんですね。じゃあ身分別に、じゃあ例えばこの新税に関してはね、第一身分は反対、ね、そんなものやってられるかって反対になりました。じゃあ第二身分はどうですか、反対、ね、貴族だってそんな新税嫌です反対になった。で第三身分はじゃあ賛成、ね、もうこれからは特権階級にも新税かけなきゃいけないから賛成ですってなって、じゃあ第三身分だけ賛成になるけども、この反対反対賛成、ね、この身分別に見ると反対の方が多いですねと、それで否決ってなっちゃうんですね。じゃあこれだったら、まあそもそも意味ないじゃないってことになるんですよ。この議決方式も身分別じゃなくて、もう全体のそれこそ頭数でね、議員数で決を取ってくださいねの方式にしてくれなければそれは困りますよというところで、また注目が集まったんですね。で全国三部会が開かれて、その冒頭でこの議決の方法についてはね、じゃあドキドキね、議員たちもドキドキしね、そんな中で16世はこれは身分別にしますって言うんですね。マジかと、ね、もうそこで第三身分が、ね、ぶち切れるんですね。ここでふざけるなと、ね、それだったらもう俺たちの意見は全然通らねえじゃねえかと、ね、身分別になったら意味がないということで、ここで第三身分がぶち切れて国民議会が成立するということだったんですよ。ここなんですね。国民議会ってなんで出てきたのって言ったらですね、この第三身分がそこでぶち切れるね、議員定数とか議決方式をめぐってですね、ぶち切れる。そこで自分たちのもう議会っていうのを作りますよとね。ついてはまあやれテニスコートだのとなんだと言われますけども、いわゆる球技場の誓いね、もうこの憲法制定まではこの国民議会っていうのはもう解散しませんよなんつってね、そういう誓いを立てるんですね。まあ客観的に見るとですね、ちょっと筋がややおかしい方向にそれてきてますよね。今までこうずっとこの財政のじゃあ問題どうするよっていう話の中で、まあなんか財政の話からですね、ここで憲法制定の話にね、話がこうすり替わっちゃってるんですよね。まあそうは言っても見ていきましょうということになりますよ。じゃあ第三身分がねぶち切れて、じゃあ国民議会成立、憲法制定を目指し始めるね。まあ第三身分としては確かにね、この財政の問題も大きいけれども、だがしかしそうは言ってもこういうことをね審議するにあたっても、ちゃんとしたまあ国会なりね三部会じゃないと意味がない、まずそこだろう、まあこういう心持ちだったんでしょうね。まあそういった中でですね、それに加えてこのネッケルね、先ほど出てきましたよ、この国家財政報告書を作ってね、今国の財政状況こんなにやばいですよってね改鎮をしたあのネッケルを、この時また再登用してずっとやってたんですが、このネッケルをですね、ルイ16世がここでまた更迭しちゃうんですね。でネッケルって人はこの平民大臣なんて言われてね、割とこう国民からも人気があったんですよ。ここでまた人気者のネッケルを更迭をして、このパリの民衆の方までね、そのぶち切れ具合がね伝播しちゃうんですよね。いや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 、混乱してきたぞということになるんですね。それがこのバスティーユ要塞の襲撃ということにつながっていきます。もう民衆たちはですね、もう三部会の方もなんか大荒れだなと、で俺たちの声をついにもう外側からも上げなきゃいけないぞとね、ついてはもう武装蜂起しなきゃいけないけども、武器あるのどこだなんつってね、武器あるのはそうだ、あそこのバスティーユ要塞行けあるだろうつってね、バスティーユ要塞押しかけるんですよね。でこれがまあ大事であってですね、時にルイ16世はですね、もうこの時はパリを離れていて、
そのベルサイユでね、狩猟なんてやってたらしいんですね。いやもう大変なことになってきたなーってね、もう第三身分を好き勝手国民議会なんつって、まあ、独自やり始めてるけど、まあ、ちょっと気晴らしも必要だろうなんつってね。で狩りやってて、でその日の夕方、まあ、夜ですね、夜に、知らせが入ってくると、ね、どうしたなんつってね、ちょっと一大事でございますなんつって、で暴動かなんつって、いいえ違います陛下、革命でございますなんつってね、とんでもないこと言われて、何なんつってね。でここで、一報を知らされて、まだまだこの民衆たちはね、暴れまくってる状態が続くと、もうその流れが全国的にも出てきちゃってると、ね、大恐怖と呼ばれるこの農民一揆まで発生するんですね。もう領主の館がですね、農民たちに襲われちゃう、ね、もうこれからはもう自由の時代なんだと、フランス革命だと、ね、領主だの貴族だのと、それがもう一番の、まあ、我々の敵じゃないなんつってね、もう農民たちが襲ってくるんですよね。その領主の館にはそれこそ、まあ、まあ裁判権がどうだとかね、それまでの徴税権ね、こう徴税課税に関する資料とかいろいろ伝統的にあるじゃないですか。もうそういうものだってこう全部なくしてまえばみんな平等だろうみたいなね、そういう発想で領主の館をこうガンガンこう襲って、まあ、大恐怖っていうものがね、農民権が広がってきた、これはやばいと、なんとかしなきゃいけないということもあって、議会の方でも勝手にね話を進めちゃう、ね、封建的特権の廃止ということで、まあなんかこう難しい話になってますが、これは要はもう貴族とか領主っていうね、もう伝統的な中世以来のね、そういう制度もなくしちゃいましょうっていうね、ここでもうやっちゃうんですね。もう農民一揆がもう広がりまくる前に、早く大混乱になる前に、もうこっちの議会の方で手を打つということですよね。それに続いて、じゃあ人権宣言ですと、それこそ自由平等友愛でいきますよっていうことをですね、ここで採択するんですね。国民議会の方はもう革命的なね立ち位置としてもボンボンとやっていくと。じゃあここで目指していたものは何だったんだっていうとですね、あくまで革命の敵っていうのはそういう貴族とかね、聖職者とか、この特権身分なんだと、王様じゃないですよっていうのがポイントですね。王様を置きながらね、王様を置きながら憲法に従って、まあ、やっていくっていうですね、あくまで立憲王政を目指しているということになりますから、必ずしもこの時点ではですね、ルイ16世にとっては、まあ、すんごく悪い話っていうわけでもないわけですね。王権は確かに制限されるけども、まあ、依然として、まあ、行政庁のトップであることには変わりないということですからね。時にこの前年ですね、1788年にですね、記録的なこの冷害にフランスが見舞われます。まあ、こういうタイミングで来ちゃうんですよね。もう偶然にも記録的な冷害に見舞われると、まあ、食べるものがないということになりますね。翌年もこの年には食べるものがなくてですね、もうパンをくれと、ね、我々が食べるパンをくれというですね、女の人たちがですね、蜂起をして、なんとベルサイユまで列を作って行進をしたということなんですよね。ベルサイユ行進って書くとなんか華やかにこう行進してるのかなっていうね感じ受けますが、そうじゃないね。このパリの女たちがですね、その数にして3万人ですよ。3万人の女たちがですね、もう20キロ、ベルサイユとパリの間20キロぐらいあるんですね。もう20キロの行進をしてですね、パンをよこせーと。ね、ベルサイユにいる、まあ、ルイ16世はじめ王族たちにね向かっていくわけです。でもこれが大事件でね、ベルサイユからこう王族をこう引きずり出してね、もうそこで守ってる衛兵なんてこう退けて、あのどけっつってね、王様はどこだんですね、ちょっとパン屋はどこだんですね、もう王族のことをパン屋呼ばわりしたらしいんですね。パン屋はどこだんですね。で王族を引きずり出して馬車にこうぶち込んでね、そのまんまパリに連行するっていうですね、いやこんな時代があったんですね。フランス王朝にもね、ベルサイユからパリに連れてかれ、テュイルリー宮殿にぶち込まれるっていうね、まあそういう出来事でありました。ね、すごいですよ。で議会では引き続きの改革が進められてるんですね。教会改革ね、聖職者のところにもしっかりとメスを入れますよ、ね、地方制度改革、またこの時に三色旗ということで、まあ、自由平等友愛のね旗を国旗にしましょうなんですね、やってるわけですよ。
まあこうして革命を進めながら、議会の中ではですね、まあこれいつも政治のね、まあ要諦のところですよ、まあ、どこで決着をつければいいかなっていうことをね、ずっと見てる人がいたんですね。そうは言ってもね、こうバスティーユ要塞なんて襲撃をされて、ベルサイユもね大変なことになっていると、ね、このまんまこうパリの民衆たちをね、さらにさらにこう煽ってしまっては、これも国内大混乱になるだけじゃないかなんつってね。でこのうまく、まあ、王族とりわけルイ16世とですね、やっていかなきゃいけないというふうに考えたのがこのミラボー伯爵だったんですよね。ところがミラボーがですね、有力、まあ、議員としていた中で亡くなっちゃうんですね。そういう落としどころを図れる人が亡くなっちゃって、さらに悪い展開にこう向かい始めたというのはこの辺だったんですよね。1791年にはですね、バレンヌ事件ね、起こりますよ。まあもうベルサイユの先ほどのね、この行進のあたりから、いやさすがに王族の中でもね、国外に亡命する人たちが出てくるんですよね。これもフランス国内入れたもんじゃないな、なんつってね、つい何が起こるかわからんぞなんつって。でまあ特に考えてたのはマリー・アントワネットですよね。なんでまたうちの旦那ね、このフランスにまだいようとするのよ、なんつってね、とんでもない状態で、もううちの実家のね、オーストリア帰っちゃえばね、いいじゃないと、平和な世の中よ、なんつって考えてるんですね。ところがまあルイ16世はね、まあそうは言っても自分の国だとね、自分は王様として逃げるような王様じゃいけないと考えてた一面もあったんですね。だがしかし、そこはギリギリのところで、まあ、耐えることにしようということで逃亡を考えた。逃亡を考えた先がですね、モンメディっていうね、このフランス国境だったんですよ。この東の方のね、フランス国境で、まあ、いつ何かあればオーストリアに逃げられる、そういうところまで行こうということを企てたんですね。まあここもね、なんかちょっとやや中途半端な計画っていうかね、まあ、どうせ逃亡するんだったらもうオーストリアに行っちゃうとかね、まあ、自分はあるいはこう君主なんだから、もう王様なんだから、しっかりもうフランスの命運を最後まで見届けたいってなったら、最後までパリにいりゃいいのに、まあちょっとその国境のところで様子を見守りましょうかなんつってね、このモンメディに向かって脱出するんですよね。それがバレンヌ事件。じゃあ夜中にね、夜逃げしましょうってことになりますよ。王族で、まあ、妹なんかと、あるいはお嫁さんと子供なんかとね、一緒になって、よし夜逃げするぞって脱出だった。こう途中までうまくいくんですね。それでうまくいったりして、ところがこのバレンヌっていうところ、もうね、モンメディまであとわずかなところですよ。ここのバレンヌでバレちゃうんですね。あれと、もしかして王様じゃないですかなんてね、言われちゃって、その村の人から、いやいやいや王様じゃないですよなんてすっとぼけたりするんですが、もう村の中でね、ちょっとこの人そうじゃないんですね、話になっちゃって、でその中にはですね、もう昔このベルサイユに勤めてた人なんているんですよね。もうベルサイユっつったらね、もう超有名どころですからね、もうみんなが行きたいあのベルサイユね、あこの人ルイ16世だってね、分かっちゃった人もいるんですよね。そこでも捕らえられちゃってね、バレンヌから強制的にまた戻らされるっていうね、もう国民からしたらですね、なんてがっかりなことかと、ね、我々フランス国民を見捨てるのかということがね、ここでバレちゃうんですね。これでもうフランス一族はじゃあ終わりかといえば、実はそうならなかったんですよ。そうならなかったね。なぜかといえばですね、先ほどの通り、もうずっとこの議会が目指しているのは立憲王政ですからね。あくまで王族っていうのは必要なんですよ。王族っていうのは必要で、もうそういうポジションの人をね、こうまあ敵視してなかったんですね、この時点でも。まあ着々とこの憲法制定に向けて動いてた。でかえってまあ驚くことにですね、この国王一家は誘拐されたんだと、そういう下手にするんですね、議会の中で。まあ、国王一家誘拐されて、まあ、王党派やら何やらがね、ルイ16世を向こうに連れていこうとしたんだと、巻き込まれ事故なんだということを言ったんですね。まあ、そんなことを言ってるうちに1791年憲法が制定をされてですね、よし来たとね、これでようやく憲法もできて、ここからはこの憲法に従ってやりますよね。立憲王政がついに目指してきたものができましたね。第三身分がこれまで国民議会でも何だのつって頑張ってきた、それが形になったから、
この形をまた変えて、これからはその憲法に従って立法議会ということにしましょうということで、ここで立法議会が成立するということになったんですね。まあ第三身分にとってはまあ悲願とも言える中において、ここでまたこのルイ16世がそれをねどう考えてたかということなんですが、まあこれはねうまくやろうと考えたんですね。この辺からもうねしたたかなルイ16世になってきてるんですよ。これまではちょっとねフラフラ優柔不断な感じでね、やってたけども、まあちょっとこう場数を踏みながらね、まあそうやってバレンヌ事件なんかでも、いやうまくいかなかったなんつってね、場数を踏みながら、この辺からですね王の逆襲が始まるんですね。政治手腕もだいぶ出てきたぞということで、そうかと、じゃあ新しい体制になった、確かにこの憲法ができて、で自分の王権は一定程度制約は受けるが、ね、まだ行政庁のトップではいるし、この立法府に対してこの拒否権を発動するってこともできたんですね。これこれこういうことでやるけどいいですか的なこの立法府の提案に対してノーを言えると、この拒否権をねバンバン発動していくんですね。まあ、例えばこの国外に逃亡をした、この亡命者って言いますよね、先ほどの貴族もそうですよ、この亡命者をですね、これはもう国としてもう許さないと、ね、そういうことを決議しましょうみたいなね、そういう話が出てきたらですね、ルイ16世が言うと、何を言っとんだと、ね、この憲法の中でも自由とか平等とか言ってるんだろうかと、それだったらもう亡命する自由だってあるはずだろうなんですね。まあそりゃそうだなって感じですよね。またある時はですね、議会側がじゃあ聖職者に対してね、この憲法に対して宣誓する、まあそういう義務を負わせる法律を作りましょうんですね。聖職者の宣誓、これをどう見るかってね、したらルイ16世はですね、何を言ってんだと、ね、聖職者が宣誓するのはもう神に対してであって、これ憲法に対してじゃねえだろみたいなね、まあ、そこもなんか真っ当だなみたいなね、なんかこう真っ当だなとも思えるようなこの拒否権をね発動したり、あるいはこの外交の情勢もねうまく使っていこうとするんですよ。時にどういう状態であったかというとですね、フランスでこうやって革命が起こったぞと、大事件だということになるとですね、オーストリアとかあるいはプロイセンがですね大いに警戒するんですね。いやなんかこの王政を覆すような輩が今政権を取ってると、これはもうみんなね周りの諸国の皆さんよと警戒をしなきゃいけない時ですぞなんつってね、まあ、それがこのピルニッツ宣言っていうね宣言になり、またそれが戦争にこう向かい始めようとしているんですよ。オーストリアプロイセン連合軍を中心にですね、まあ、このオーストリアプロイセン連合軍をですねうまく使いたいなとルイ16世は思ったんですね。もし仮にこれ戦争になってね、フランス軍が勢いよく勝つ、ね、勝つとする、そのパターンであれば、勝ったのは結局その行政のトップである自分のおかげ、王様すごいでしょ、こういうことになる。で負けた時はどうだと、ね、プロイセンオーストリアの連合軍がこうやってきて、パリが負け、フランスが負けてしまった時はこれ救出されるのはフランス王家になるんですね。王族が救出をされて、で革命軍がむしろ叩かれるっていう、まあ、そういう、まあ、向こう側の意図ですからね、これはこれで全然悪くないぞということになるんですね。むしろ戦争はじゃあどっちにしたって、どっちに転んだってやった方がいいってことになるんですね。そこでこのルイ16世がですね、まず当たったのがその内閣をどうやって組閣するかということですね。内閣をですね、この好戦的な面々を入れていくんですね。その時のこうジロンド派っていうね、まあ主要な派閥ですよ、主要派閥をですねの中でこう組閣をしてって、これだったらまあ戦争に踏み切るなっつってねやると、でその思い通りにこの開戦になるんですね。向こう側とこう開戦になって戦争状態にもなっていきますと、そうするとですねもう連戦連敗なんですね。もう指揮系統も取れてなかったんでしょうかね。フランスにとっては連戦連敗のパターンだと、まあこっちのパターンねなんですよね、ルイ16世しめしめと思ったか分かりませんが、まあここでそっちのパターンがよし、こうやって手を打ってやろうということでね、また頭の中で巡らして、で連戦連敗じゃないかとね、この閣僚たちをまずね、首を切っちゃうね、解任しちゃうということですね。
まあ、こうやってですね、拒否権を発動してみたりね、あるいはこの内閣を通じて、まあ、自分の力を発揮してみたり、さらには外交手腕を発揮してみたりしてですね、まあどうだと、結局革命やらなんやらと言ってやってきたけども、最後はまあ自分でしょとね、この国王なくしてフランスは成り立っていかないぞとね、あくまで向こうがこう提示してきたその土俵の上でも、まあ自分はこうして力を発揮できるんだということを言わんばかりにね、このルイ16世はやってきたんですが、まあしかしそこが一つの落とし穴でもあったんですね。まあそれはこの革命そのものがですね、それほど合法的に進んでいくということにはまあ限らないということですよね。ここでそうやってこううまいことをやってるとですね、まあ王様がいると結局まあ邪魔だなっていうことになるんですよね。特にこの急進派たちがね、共和制を目指すね人たちが、これじゃもうダメだろうとね、結局まあ外国に対しては連戦連敗だし、なんだかもうルイ16世にうまくやられてないかとねいうことになってですね、こうついに武力に訴えるね、もう武力もまあ今までもいくつかありましたけども、その最たるところにですね来ちゃうんですね。でテュイルリー宮殿がですね襲撃をされる8月10日事件ということになりますね。でも事実上ここでですね、王族一家がまあここで囲われちゃってね、で翌日には王権停止ね、もうダメです、王権ってのはもう停止しますよと。で今までまあ立憲王政目指してたけど結局うまくいかないから、もう強いてはこの立法議会なんてのもダメ、廃止っつってね、でこれからはまた国民公開ね、王様いない状態で国民みんな平等の状態でやりますからっつってね、国民公開の招集を決めちゃったりしてですね、でまた正式にこの王政を廃止しますってことをしますね。王政の廃止宣言によってですね、ついにこのフランス王朝ルイ16世としての在位も終わるし、ね、ブルボン朝も終わっちゃうぞっていうことになっちゃうんですよね。このルイ16世はですね、在位期間が、まあ、1792年までねいうことになりますよ。まあ、これまではこの王様の在位期間というのは亡くなった年でね、これまでご紹介してきましたが、この人はそういったことで若干ずれるんですね。若干ずれる、王様ではなくなったが、まあ、しかしまだ生きてますよ。で、じゃあその残った時間は何て呼べばいいですかということですよね。もう王様じゃないんだから、まあ、この王様であった時はですね、まあ、名前を強いて言えば、まあ、ルイ・ドゥ・フランスって言ったんですね。ルイ・ドゥ・フランスだからフランスのルイです、ね、我こそは、まあ、フランスですみたいな、ね、形で、まあ、そうじゃなくてこれからは、ね、もう先祖の名前にちなんでね、このルイ・カペーです、ね、ルイ・カペーさんということにしてくださいということでですね、ここで、まあ、王政が廃止をされ、これからは共和制でいきますということで共和制宣言がなされるということになるんですね。じゃあそのルイ・カペーに対して、ね、元フランス王に対して、じゃあどういう罪でこれ裁いていくのっていうことですよね。これがですね、国民公開裁判、ね、国民公開ね、さっきこれから国民公開招集してやってきますよのその人たち、まあ、つまりはですね、これ裁判官が裁くんじゃないですね。裁判官じゃなくて議員たちが裁く、そういう裁判になるんですよ。しかもじゃあ何の罪で裁くのよということになりますよね。これまで何か悪いことをどこでしてきたんですかってね、一つ一つ挙げてったらキリがないんじゃないですかなんてね、まあそれはですね、まあ半ばこじつけですよね。もう国王その存在そのものが罪だみたいなことをね言い始めて、そしてこのすったもんだするんですね。そうは言ってもこの何百年もね続いてきた、まさに新政府家臣のこのフランス王朝、これ議員たちが裁けるんかいっていうね、まあ、その重みですよ。まあ、そこので、いろんな葛藤もあって、この判決どうするってことね、こうやり直したりしながら結局死刑が決まるということになりますね。まあ、ここでもですね、ルイ16世はまあ、落ち着いた様子でね、まあ、4時間にわたる尋問なんてのもあったらしいんですけども、それも堂々の受け答え、もう王様としてのね、まだ自覚は存分にあったということですよね。もう一線もこう毅然としてね、引く様子もなく淡々とこうやっていくという様子で、まあ、その中で死刑がですね確定をし、即時執行ね、もう判決の翌日には死刑が執行されるということが決まったんですね。で死刑が決まったということをルイ16世に伝えても、
まあ、そこでも別に驚く様子もなく、ああそうなんだなと、比較的ねこう穏やかだった、あるいは予期してたのかねもしれません、穏やかな様子で毅然とした態度を取り続けていたということだったんですね。まあ、最後はねそうしてこの家族との時間が取れたのが、まあ、唯一の救いと言っていいのかどうかね、まあ、これまでこの王族として、まあ、王家としての家族の在り方っていうのは、まあ、そういう時間はいくらでもあったけども、まあ、一平民としてまさに家族と一緒にいるのがとっても幸せだと、まあ、そういう時間があったというのがですね、このルイ16世にとっても、まあ、唯一のね救いの時間だったのかもしれないし、また翌日に処刑をされるということがねこの上なく、まあ、悔しいことだったのかもしれません。まあ、そういったことでこの1793年にですね、まあ、最後はこうして人民よとね、私は無実である、しかし諸君らのことは許そうという言葉を残して亡くなっていったということだったんですね。いやー来ました、今日もねぐわーっとこう流れを見てきましたね。まあでもこのルイ16世ね、まあ何がじゃあ悪かったのかといえばですね、結構難しい話じゃないですか。どうすれば処刑をされずに済んだのかと、あるいは王政廃止を免れる、まあ、そのポイントはどこよっていうのは結構難しい問題ですよね。まあこの辺では確かにねちょっとオロオロしてる場面もあったんですよね。まあ名士会議なんてね、あるいは全国三部会なんて最初から開かなければよかったじゃないと言ってもね、まあそれはもう歴史のたらればの話になってしまいますからね。まあむしろこの最後のあたりのね手腕なんていうのは、まあこれは例えばルイ15とかね、このおじいさんですよね、おじいさんとかルイ13とかだったらもう全然話になってなかったでしょうね。この辺では結構政治家としての手腕はねこう見られてくるんですよね。まあいずれにしてもこの大きな時代の流れにはまあ勝てなかったね、ルイ16世でありましたということになります。ところがまだまだね、実はこのブルボン朝続きがあるんですね。そこがミソで、引き続きこの結末どうなったのよということをですね、お送りしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。